なんであんたがここにいるのよ。あんた、言うのに何かしたんじゃないでしょうね。触ったり、あれなことしたり。天地神明に誓って何もしてません。じゃあ私の体に何かした？触ったりとか。浅野さんが想像してるようなことは何もしてませんから。まあ、触ったか触ってないかといえば、ある意味触りましたけど。は？違いますから、誤解しないでください。手で触ったとかじゃなくて、体と体をくっつけたっていうか、なんというか。でも下の階から苦情が来ちゃうから、追いかけっこなら外でやってね。違うんです、ユーノさん、昨晩のこと浅野さんにちゃんと説明してください。なるほどね。パーティーで酔いつぶれた私を、オワリの指示であんたがここまで背負ってきたのね。で、ユーノと話をしてるうちにここで眠ってしまった、そういうわけね。はい、その通りです。だったら最初からそう言いなさいよね。もう少しで前科者になるとこだったじゃない。本当すみませんでした。それに、たとえ疲れてたとしたって、女の子二人暮らしの家で眠るなんて男として問題だから。言うのも、もし次こんなことがあったらタクシー呼んででもいいから力ずくで追い出しなさい。でもレイジ君なら大丈夫だよ。甘いのよ。こんなやつでもデッキとした男、しかもあの変態の手先なんだから。はーい、分かったよ。じゃあユーノ朝ごはん作るね。レイジ君も食べていくでしょ。あ、はい、いただきます。ちょっと、何普通に返事してんのよ。少しは遠慮ぐらいしなさいよね。すみません。まあ、終わりに頼まれたからって言っても、実際にここまで運んでくれたのはあんたなんだし、
そのお礼として朝ごはんぐらいご馳走するわよ。ところでレイジ、私を運んだ後ユーノと話してたって言ってたでしょ。はい。ああ、でも口説こうとかそんなんじゃありませんから。誰もそんな心配してないわよ。あんたにそんな度胸があるとは思わないしね。聞いたんでしょ、その私たちの両親のこととか。はい、聞きました。浅野さんがどうやってジャッジメントセブンに入ったのかまで。あっそ、やっぱね。ユーノ、あんたのこと気に入ってるみたいだから多分話してるんじゃないかとは思ったのよね。一応言っとくけどね、事情を知ったからって私たちのこと特別扱いする必要はないから。ユーノだってそんなの望んでないはずだし。はい、もちろんです。特別扱いなんてするつもりはありませんよ。そんな器用なことできませんし。だけど浅野さんって、頑張り屋さんなんですね。頑張り屋っていうか、そうするしかなかったっていうか、私がやらなきゃどうしようもない状況だったし。確かにそうかもしれません。けどいざとなれば他の大人を頼ることだってできたかもしれないのに、そうしなかったじゃないですか。たった一人でユーノさんを守るためにいろんな困難を乗り越えてきて本当にすごいです。あんた、その頑張りがたまに違う方向に働いちゃうこともありますけどね。いいこと言うわと思って感心してたのに。いや、僕は浅野さんの頑張りを認めているんですよ。途中まではちゃんとそう聞こえたわよ。最後の一言が余計だったけどね。すみませんでした。まったくあんたって男は爪が甘いっていうか脇が甘いっていうかさ。それにレイジは一つだけ勘違いしてるよ。私はたった一人で頑張ってきたんじゃない。ユーノがいたから、あの子がいたから頑張れた。私たちは二人で頑張ってきたんだよ。お姉ちゃん、レイジ君、朝ごはんできたよ。さ、食べて食べて。うわ、なんて家庭的な朝ごはん。いただきます。そういえば浅野さんってジャッジメントセブンに入る前にストリートミュージシャンをしてたんですね。ああ、それも聞いちゃったわけ。参ったわね。結構人気だったのよ。たくさんの人が私のギターケースにお金を入れてくれてね。君はこんなところじゃなく、もっと大きな町で勝負すべきだ、なんて言ってくれる人もいたっけ。でも、かたくなに浅草駅から離れなかったのは、好きな男の子がいたからですよね。浅野さんって、ショタ好きだったんですね。知りませんでした。言うの、あんたそんなことまで。誤解しないでよね。別に小さな男の子にハーハーしちゃうとか、そんな変態的な性癖は私持ってないから。ただ美少年を遠巻きにめでるのが好きっていうか、
こっちを向いてにっこりしてくれたら天にも昇る気持ちっていうか、できることなら抱きしめて頬をスリスリしたいとか。とにかくあんたそのこと基地で誰かに言ったら承知しないから、速攻で息の根を止めて隅田川に沈めてやるから覚悟しなさい。はい、わかりました。誰にも言いません。約束します。うわー大変、もう7時半だよ。ジャスティス王者始まっちゃう。ジャスティス王子、あんた知らないの？今絶賛放送中の大人気ヒーローアニメでしょうが。バイトとはいえエンタメ業界にいるんだから、それぐらいチェックしときなさいよね。悪の組織大神カーンによって囚われの身となったジャスティス王子を救出したのは謎の女戦士アバズレ王女だ。果たして2人は大神カーンの基地ゴルゴンゾーラを無事に脱出することができるのか。次回ジャスティス王子第18話、アバズレなる名前。チャンネルはジャスティス。もういいところだったのに。アバズレ王女の正体すっごく気になっちゃうよ。お疲れ様です、オワリさん。おや、レイジ君。一昨日は朝のを送り届けてもらってすまなかったね。それで、朝のとユーノの家には上がらせてもらったのかい？え、はい。ユーノさんが上がっていくように勧めてくれたんで。そうかそうか。え、どこまで行っちゃったんだい？まさかお茶だけ飲んで帰ってきたわけじゃなかろう。ジャッジメントセブンの代表としてそこのところはきちんと聞いておく義務があるからね。さあ包み隠さず話してもらおうか。何もやってませんよ。ただ二人の家でついうっかり寝ちゃっただけですから。それで朝ごはんをごちそうになって帰ってきただけです。はあ、なんだね君、家に上がったのに何もなかったっていうのかい。それでも男かね。それでも男ですよ。オワリさんとは違いますけどね。そういえば浅野さんって以前は浅草で路上ライブをしてたんですね。そこで尾張さんがジャッジメントセブンにスカウトしたって聞いたんですけど、どうして浅野さんを誘ったんですか？君、そんなの決まってるじゃないか。あまりに聞くに耐えない歌を続けるものだから、やめさせるために雇うしかなかったんだよ。時にレイジ君、君はターニシカに試験勉強を教えてもらうんだったね。ああ、そうでした。